アイドルグループ日向坂46が27日から29日の3日間に渡り東京日本武道館で4期生ライブを開催した。ライブ終盤の MC では2作連続でセンターを務める証言師陽子が現在の思いを伝える場面があった。今回の4期生ライブは2022年9月にグループに加入し間もなく2年が経とうとしているタイミングに実現。会場に選ばれた日本武道館は前身グループのひらがなけやきにとって大きなターニングポイントとなった公演、2018年1月30日から2月1日を行った思い出深い場所であり、今後グループの未来を牽引していくことになる4期生にとっても非常に重要なライブとなった。最後の MC では証言師がこの3日間本当にあっという間でみんなでリハーサル期間からお互いに意識を高めながら絶対にこの3日間成功させようねってみんなで励んできました。そしてこの3日間たくさんの方にご覧いただいてありがとうございましたと感謝。